町田達次郎は、二代目国際電信電話会社社長。財団法人若い根っこの会理事長や、労使の仲介機関であった、協調会常務理事、大日本産業報告会常務理事などを務めた。一線を退いて後、社会奉仕活動に余生を捧げ、尽力した。1893年、群馬県邑楽郡に誕生する。1921年、協調会に就職する。1927年、近慶学院設立に関わり、顧問に就任する。同年9月から翌1928年4月に、沖田野田上諭労働争議調停に関与する。1930年8月、協調会参事を辞任し、協調会東京市電気局労働課長に就任する。1937年2月、協調会常務理事、評議員常議員理事に就任。同年4月総務部長に就任。1938年7月、産業報告連盟理事に就任。1939年4月、産業報告連盟常務理事に就任。1940年、産業報告連盟の代表の一人として、産業報告運動中央本部、創立準備会委員を務める。1941年12月大日本産業報告会常務理事に就任。1942年、翌参選挙にて、翌参政治体制協議会推薦候補者に選定される。同選挙で東京4区から立候補したが落選。体制翌参会調査委員を務め、人口問題、労務、海外拓殖の問題に尽力。産業報告会実践局長に就任。1943年、東京三法事務局長に就任。1944年、特別勤労働員本部参事。戦後、公職追放となる。追放中の1949年、国際電気株式会社社長に就任する。1951年、追放解除となる。1956年9月、国際電信電話会社社長に就任。1958年、経団連評議員、日経連常務理事、日本生産性本部顧問として尽力する。1963年4月、日本レクリエーション協会に会長に就任。同年、紫綬褒章を受章。1965年、勲二等瑞宝章を受章。ありがとうございます。